シャナナ TV をご覧の皆様、こんにちは。今週も始まりましたレッツ感動体験。パーソナリティを務めます感動体験 .com プロデューサーの小柳ゆかと申します。どうぞよろしくお願いします。この番組レッツ感動体験は、ドラマティックな人生を一度きりの人生、やりたいことやっちゃおうをコンセプトにしたコミュニティサイト感動体験 .com と連動し、街で見つけた面白い体験や人生で一度はやってみたい夢の体験にチャレンジし、ご紹介する番組です。こちらはインターネット TV シャナナ TV より、日本へ世界へ、そしてあなたの前のパソコンスマホまでお届けしております。ということで、まもなくクリスマスですねはい、ということで、私今回こんな感じのはい、ちょっと帽子だけでも気分を出そうかと思ってかぶってきたんですけども、はい、皆さんご予定いかがですか？何かありますかねはい、で、まあ、早いもので2017年も、まあ、残りね、あと2週間になりまして、もう本当毎年毎年こう時間が過ぎるのって早くなってる気がしませんか？で、この間ちょっと気になる記事を見つけまして、体感時間っていうのがね、人間にはあるみたいで、でそれが例えば小学生とか10歳だったら1年って10分の1なんですよね。でそれが20歳になると20分の1年になるんですよ。ってことは、そこでもう2倍こう時間を感じる速さっていうのが違ってくるらしくって、なので、まあ20歳の1年とまた今度40歳の1年だったら、それもこう体感として1年過ぎるのっていうのがより早く、はい、感じられるようになるっていう記事を見つけまして、あ、もう本当になんかそうだなと思って、はい、で40歳とかで、まあ、まだなってないですけども、はい、こんなにね早いっていうことは、もう80歳とかなった時って本当光ぐらい秒速1年過ぎちゃうんじゃないかなっていうのを、ちょっと最近まあ、心配になってまして、はい、なおさらやっぱりね、一日一日をこう大事に過ごして、まあ、思いっきり楽しんでね、一年を過ごしていきたいなと、はい、ますます思ったところです。はい、それではですね、今回も CM 挟みまして、今日も話題盛りだくさんご用意しておりますので、最後まで30分お付き合いください。では CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくために、こちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、それでは今日はこちらのコーナーからお届けしてまいります。小柳ゆか CD デビュー化プロジェクト。はい、ということで、先月から進んでおります私小柳ゆかが、ミュージシャンでありプロデューサーであるブラボー志郎さんのお力をお借りして、オリジナル曲を作って、まあ、無謀にも CD デビューにチャレンジしようという企画なんですけども、はい、今までのね、見たことない方、まずアーカイブとかにもありますので、ちょっと順を追って見ていただけたらいいなと思います。で、この企画自体はこんな感じの工程で今進んでおりまして、はい、今回はですね、こちらの工程の5つ目、はい、もう最大の難関でもありまして、一番の楽しみでもあるレコーディングにチャレンジしてきました。はい、それではですね、動画まとめておりますので、もうまずはこのまま、はい、見てくださいはい、どうぞということで、今日はですね、レコーディングの当日になりまして、こちら垂水駅までやってきました。では今から行ってきたいと思います。これから間もなくレコーディングが始まります。もうめっちゃドキドキしてます、どうしよう
つつ楽しんで行ってきますね。失礼します。あ、すごい、ほんまにあのマイクのスタンドがある。いやちょっとめっちゃ緊張しますねこれ。すごーい。じゃあ、 1番通していくんで、ちょっとあの普通にあの普通録音するときと同じ感じで歌ってくださいね。はい、マイクのレベルの調整です。では行きまーす。はい、あ、すごい。一度は涙を飲んで。どうですか？めっちゃ難しい。こんな感じです。でね、ちょっと軽くあのリバーブでエコーかけてるんで、はいはい、歌いやすくしてますので。じゃあね、自分の声聞きにくいこととかないですよね。まあ、聞こえるのは聞こえます。大丈夫ですね。はい、ちょっとこれで一遍撮ってみましょうか。なんかシロさんの声がないから、あのいつもの、ね、でものね、はいはいはい、だから間違えても全然撮り直しできるので、はい、一遍ちょっと通していきましょうか。はい、たまにあのパソコンのエラーで音が飛んだりもあるので、はい、あのちょっと今回は普通はそれ止めますけど、うん、今回1回目はもう気にせず最後まで歌っちゃってください。はい、はい、それではいきましょう。はい、お願いします。はい、一度は涙を飲んで。いやいやいや。でね、今までちょっと途中音飛びましたよね。はい、あんなんかね、たまにあるんですよ。うん、で、そういう時も止めるので、はい、じゃあまずね、ワンコーラスずつ取っていきましょうか。あ、はい、はい、ありがとうございます。そんなんできるので。はい、ですね、じゃあまず、1番いきましょうか。はい、でね、さっきね、マイクのテストした時よりもだいぶ声が大きくなってるので、はい、むしろいいことなんですよ。うん、で今ちょっと調整したので、はい、もう一遍お願いします。はい、それじゃ あの1番で止めますのでいきますね。はい、それじゃあお願いします。うん、一度は涙を飲んで、キラキラ人生楽しんじゃおう。で次ね、この1番の後ろから流すので、はい、2番歌ってもらっていいですか。はい、ではいきます。大切にしたいね、私なんては、涙を飲んで、諦めた夢誰にでもあるよね、キラキラ人生楽しんじゃおどない大失敗しても、うん、これ OK なんですよ。僕ら的にもこの取れ高いただけたら十分あと、いいのが作れるので、うん、これが最初の方がいいなのか。で、もう取れたと思って、はい、のびのび歌っちゃってください。できたみたいな感じで、ね、で、それが良かったらそっちしますし、うん、まあ、それあかんかったら今の使えるので、はい、これ最後やと思って、はいはい、まあ、楽しく身振り手振りつけてもらって内部でやってるので、そんな感じで、ちょっと音が飛んだ時だけ止めます。はい、申し訳ない。はい、じゃあもう楽しく、はい、やっていきましょう。
ではお願いします。お願いします。一度は涙を飲んで諦めた夢誰にでもあるよね。キラキラ人生楽しんじゃおう。最初のちょっと緊張が伝わってきてるの。めちゃめちゃ。これで行きましょうか。はい、了解です。ありがとうございます。伸び伸び歌いました。ね、すごいよかった。で、うん、もう少々間違えてもなんとかなるように実はなってたりとか、そういうようにしてるんですよ。だけど、まあ、非常にいいと思います。その最後ね、いいのと。まあ、そこで撮れなくても全然それで編集でできるんですけど、うん、今でやったのすごく、伸び伸びした感じなんで。楽しそうなんて、やっぱり、入るもんね。そうですよね。うん、じゃあこれでいきましょう。はい、はい、ごちそうでした。ありがとうございます。素晴らしい。ブラボー。今度言いますよね。はい、ということで、こんな感じでですね、レコーディングしまして、シローさんからね、なんとブラボーいただきました。はい、それがすごい嬉しかったです。ちょっともうなんかやりきったっていう気がしました、そこで。で、まあ本当にもう緊張はめっちゃしたんですけども、やっぱりこう新しいことにね、チャレンジするっていうのが、もう本当にこんなに自分の世界を広げてくれるんだなっていうのを、今回これでまた一つ体験させていただきました。はい、で次回ですね、年明け1回目の放送はですね、ブラボーシローさんにこちらのスタジオにお越しいただきまして、いよいよ完成した曲とCD をですね、皆様にお披露目できればと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、そして私もね、 CD 作ってみたいってこれを見て思ってくださった方がいらっしゃれば、感動体験 .com のサイトからも随時募集しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。はい、ということで、はい、次の話題に参りましょう。はい、では、今日はですね、2017年最後の放送ということで、まあ、いろいろあった2017年をこの機会に振り返っていきたいなと思います。はい、ということで今日のテーマはこちら、ありがとう2017です。はい、ということで、ここからも完全フリートークです、私。はい、で、この2017年ですね、まず一番最初に、年明け早々で、この1年通して一番自分自身が変わったなって思ったきっかけがこれなんですけども、はい、チベット体操という体操ご存知ですか？はい、まあ、ヨガにねちょっと似てるんですけども、チベットの僧侶が修行としてするっていう体操になりまして、でヨガって本当にいろんなポーズがあるんですけども、チベット体操は5つの儀式、5つのまあポーズをするだけで気の巡りが良くなったりとか、はい、血流も良くなったりとか、まあ、健康にもなるし、元気にもなるしっていう体操になります。はい、で私自身エネルギーの循環っていうのを去年の年末ぐらいからすごく感じてまして、で何かやっぱり体にいいことやりたいなとか、でも絶対他のことじゃ多分続かないと思うので、それでこのチベット体操に出会って、で年明けから始めまして、チベット体操何がいいかって本当に結果が早いんですよ。でやった次の日1キロとか普通に落ちるんで、はい、でもう最初3日間やったぐらいで、あ、すごい、なんかあ、ちょっと痩せたかもみたいなね。そういうね実感があったので、本当になんか楽しく続けられまして、で最初の1ヶ月で、5キロかなぐらい痩せて、で2ヶ月目になったら8キロ痩せて、でそっからはもう緩いペースで週1回とかで、半年ぐらいで10キロぐらいは
減ったのでっていうか元どうやってんっていう話なんですけど、あのもうこれに出会ったのが2017年の最初のスタートで、私にとってはすごい大きな出来事だったなと思ってます。はい。で、まあ、このチベット体操のおかげで、あの思考とかもやっぱりクリアになったりとか、自分と向き合うので、こうよりあのどうやって過ごそうかなとか、何がしたいかなとか、すごい考えるようにもなりまして、はい、それでですねあのこのはい、シャナナ TV をスタートさせていただきました。はい。でこれがもう2017年一番私の中では大きな出来事になります。はい。で、シャナナ TV、吉田千春さんのご縁でまずねゲストで呼んでいただいて、でもすごい楽しくて、で、まあ、番組持つようになったんですけども、毎回もう収録がもう本当に大変なんですよはい。でもうちょっと前の日とか寝れないぐらい準備に追われてたりとかするんですけども、やっぱりそうやってこうチャレンジできるっていうのってもう本当に大きくて、で毎回こうあのスタッフの皆さんとかももうクリエイティブな環境なので、あのいろんなねことを教えてもらいながら私自身も成長できるっていう、こういう本当に素晴らしい機会を持てたっていうのが、まあ、私にとって本当にこの1年大きかったなと思います。はい。で、テレビを始めたことによって、まあ、感動体験 .com の方にもすごくいい影響がありまして、でやっぱりあのリズムができるので、それに合わせてこう取材に行こうとか、今度はこういう企画しようとかっていう、やっぱりそこって、ね、自分だけでやってるだけだったら、あ、また今度でいいかなとか、締め切りないし次でいいかとか多分なっちゃうんですけども、その辺がもう本当にこうテレビをやるってい う, こうリズムによって、あの感動体験 .com も活性化されるようになったので、はい、そこも本当に感謝してますありがとうございます。はい。で、感動体験 .com の方で言えば、今年ですね、ちょっと自分でもすごく驚いたことがありまして、ネトラバスティって目の温泉っていうのを取材に行かせていただいたんですけども、その YouTube がある日突然バズったんですよでまだ公開して3ヶ月とかぐらいなんですけど、今1万件とか再生超えてまして、はい。でおそらくテレビでね、放送されたのがきっかけなんですけども、もうここ最近1ヶ月とかでパッて見たら2000、え、すごいと思ってで次見たら6000、え、みたいなもうそんなぐらいの勢いで増えてまして、はい、やっぱりこういうのってインターネットとかね、こうなんていうのかな、今の時代の情報発信としてこういう結果が出てくると本当にやってて楽しいなって思える瞬間でもあるので、これも2017年体感したすごくいいことです、私の中でははいで、あとですね、その2017年で言うと、まあ、一番大きなチャレンジとしては、今日もお伝えしましたけども CD 制作ですねはい、こちらをこれはもう本当にずっとやりたいって思って何年か過ごしてたので、これにチャレンジできたっていうのも自分にとってはすごく大きな変化でしたはい、ということでね、2017年、本当あっという間だったんですけども、今思えば本当にすごい濃い1年だったなと思います。はい。でね、皆さんもぜひこの機会にいろいろ振り返って、はい、今年1年感謝をして、またね来年迎えられたらいいなと思いますので、はい、ぜひぜひなんか書き出したりとかしてみてくださいはい。で、ここからは2018年来年やりたいことをお伝えしたいんですけどもとですね、私はこれが欲しいですはい、プライベートマイクっていうやつなんですけども、これちょっとカラオケ屋さんで見つけたやつなんですけどね、このキンキラキンのマイマイクが欲しいっていう密かな私の願いですこれはい。で2018年結構周りの皆さんからも今いろいろとやりたいこと聞いてまして、でそれでまた感動体験 .com の方でも企画につなげられたらいいなと思ってますので、で今
あの感動体験 .com のサイトの方で皆さんの2018年やりたいことを教えてくださいっていうフォームを作りましたので、ぜひぜひあのこちらね、ちょっと一手間なんですけども送っていただければ、それが企画になって、あの皆さん来年チャレンジできる、実現するかもしれないので、はい、ちょっとこちら良ければまたあのサイトの方にも遊びに来ていただいて、はい、来年やりたいこと書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、ではですね、ここからは、先月からスタートしました新コーナーですね、お送りいたします。はい、みんなの感動体験、はい、ということでこのコーナーでは毎回一人の方にスポットを当てて、その方が人生で経験した感動体験をご紹介いただくコーナーとなっております。はい、本日ご登場いただくのは感動体験 .com のメンバーの川口英子さんです。はい、では英子さんの動画ご覧ください。.com メンバーの川口英子と申します。趣味は旅行とグルメと美容のこと、あとゴルフが大好きです。感動体験 .com に参加していろんな経験をさせていただいて、楽しく過ごさせていただいています。これからも新しいいろんな体験をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。北海道に行ってウニイクラをいっぱい食べたことが感動しました。ハワイ島に行って大自然を満喫したことが感動しました。マウナケアに登って星空を見たことを大変感動しました。はい、これからやってみたいことは、綺麗なお洋服をいっぱい着てランウェイをきらびやかに描くファッションショーに出てみたいです。はい、英子さんありがとうございました。はい、でですね、この英子さんなんですけども、あの私が感動体験 .com を立ち上げて一番初めに、あのピースボートっていうね、世界一周回る船があるんですけども、それの試乗会に行きませんかっていうイベントをやった時に、あの飛び込んできてくださった方で、もう本当に感動体験ができた時からこう一緒にね、いろいろ楽しませていただいてる仲間だったりします。はい、で、あのもう本当に英子さんもすごく流行りのこととか楽しいこととかすごく大好きで、はい、あのいつもやっぱりお申し込みが早いんですよ、こういう方って見た瞬間行きますって言ってくれるので、そういうところは本当にね、あの見習いたいなと思ってます。はい、ではですね、はい、あのこの後はいつものようにまた CM 挟みますので、じゃあ CM ご覧ください。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。ではここからはお知らせです。感動体験 .com では人生を一緒に楽しむ仲間を随時募集しております。メール会員にご登録いただくと、会員様だけの特別体験の情報やイベントの開催情報、サイトの更新情報などをお届けしております。またいち早く特別案件のお知らせをお届けするプレミアム会員という会員様の種類もございます。会員の種類や登録方法はこちら感動体験 .com のホームページの右側に会員募集のバナーがありますので、そちらをクリックしてご確認ください。はい、そしてですね、先月からあの LINE アットの登録というのも始まっておりますので、あの LINE だとね、もっと手軽に気軽に
はい、あんまり個人情報とかも分からず、はい、ご登録がいただけるかと思いますので、はい、こちらも気軽にまたご参加いただけたらなと思います。はい、そして、街で見つけた面白情報やうちのお店に取材に来てというようなご要望も大募集しております。はい、女性向けにねイベントをしたいとかっていうお店様がありましたら何かしらご協力できるかと思いますので、そちらの方もぜひお問い合わせください。そしてですね、この番組にゲスト出演してくださる素敵な方や私たちと一緒に感動体験 .com を企画側からですね一緒に作って盛り上げてくれるアシスタントスタッフも募集しております。はい、こちらにつきましてはすべてホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡をいただければと思います。はい、ということでですね、あっという間にね今日も、はい、エンディングのお時間になりまして、はい、もう今年がね終わってしまうと思うとちょっと寂しくもありちょっと気ぜわしくもありね、でまた来年やっぱりねどんなことしようかなとかすごく楽しみだったりもしてます。はい、で、来年はですね今ちょっと一つ企画が進んでるものもありまして、こちら年明けにご紹介できるかと思いますので、それもぜひ楽しみにしていてください。はい、ではこの番組レッツ感動体験は第1第3月曜日から1週間、毎日午前11時30分午後20時30分よりインターネット TV ショナナ TV よりお届けしております。次回はですね、もう新春2018年1月1日の、はい、放送となりまして、はい、こちらお時間11時30分からと20時30分からの放送となります。はい、もうねこの日は新春スペシャルでブラボーシロさんもゲストでいらしていただいての、はい、放送となりますので、こちらまたぜひ楽しみにしていてください。はい、ではですねまた次回お会いしましょう。みんなでレッツ感動体験、2017年ありがとう、バイバーイ。